銀幕にポップコーンはーい皆さんこんにちは本日も始まりました「銀幕にポップコーン」今回は「ストレンジャーシングス」シーズン4について語っていきたいと思いますはいということで本日はライターの私山田と IGN ジャパン編集部の野津さんはいこんにちははいそしてトップがマーベリックに続いて、えー、再びの登場となりましたアナイスさん こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの三人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。アナリストのお召し物が素晴らしいですよ。<laughs> 実はあのロビンとスティーブと一緒に、えー、いいなアイスクリームショップで働いていました。<laughs> あ、大丈夫。モールで。はい。大丈夫でしたか。あの<や>その説は。そ <laughs> うなんですよ。 出ましたけどね。<laughs> はい、そうそう、なんか職場がもう家事っていうか家事らしいんですけどどうやら潰れちゃったので、はい、ちょっと今こういう仕事をさせていただいております。はい、そうですね。次はなんだろう、レンタルビデオ屋さんなんかいい,いかもしれないですね。本当、ね、<laughs> 時代です、ね。そうだそうですね。はい、<laughs> はい、ということですごい素敵なお召し物で、ね、ちょっとあの全職のあのコスチュームということで、は <laughs> い本日ははい。 ご一緒にお届けしたいと思いますはいということで、えー、とネットフリックスの大ヒットオリジナルドラマストレンジャーシングスの最新シーズンの配信が開始されました、えー、配信開始後の3日間ですでに世界視聴時間がネットフリックスシリーズにおける配信後の初週末として過去最高の数字になるとネットフリックスから発表されております、えー、そんなシーズン4なんですけれども 分割での配信になっておりまして、エピソード7までが現在、えー、視聴可能になっております。残りのエピソードは、えー、7月1日に配信開始予定ということで、そして、えー、次のシーズンとなるシーズン5で本作は完結とアナウンスされておりますので、物語もかなりかなり佳境に入っていることですけれども、まあ、そんなストレンジャーシングスについて、今日は語っていきたいと思います。はい、はい とということでであらすじですじ、えー、1980年代のアメリカの田舎町ホーキンスを襲った「裏側の世界からの恐怖は」はマークたち地元の少年たちと超能力を操る少女イレブンの活躍により退けられました大切な人の死やイレブンらの引っ越しなどさまざまな変化を経たホーキンスには再び「裏側の世界の脅威が迫りつつあります」ということではい。 本日はそのシーズン4の、えー、7話までですね語っていきたいと思いますはいあ、えっと、まあ、まあ、結構変則的な展開ということでまあ<ー>とはいえ、まあ、我々一番最初にこの配信開始されてこう配信というか放送時間を見たときびっくりしましたね <laughs> もう全てねいはい ド,ドラマとはみたいな感じですよ、ね、<laughs> なんか「イット前後編!」前行編テレビ版の「イット!」前後編をちょっと思い出しましたけどそれがずっと続くみたいな。<laughs> 確かに,確かに <laughs> はいということで、まあ、エピソード7まで、えー、現在配信が始まっていて、まあ、これからクライマックスというかなりいいところで、えー、止まってしまったわけなんですけれども、はい、ここまでの感想として「ストレンジャーシングス」かなりのファンということでアナイスさんいかがでしたか やっぱり一気に見ちゃいますよねすごい面白かったです、うんうん、もうほんと配信始まってもう一日で見終わっちゃったんですけれどもすごいすごいそれは事前にやっぱこうエピソードの、まあ、こう何分っていうのが出てたじゃないですかはい<う> 1>, 1話75分とか,なんかそれぐらいだったと思うんですけど <laughs> だからこう、うん、結構身構えちゃってやっぱりこう、はい、今って本当にこううちょうど同じ時期に「オビワン」Obi、ですとかこういろんなドラマが配信されて、うん、めちゃくちゃ大変だぞって「トレンジャースイングス」も長くなるぞとか思ってたら <laughs> <laughs> なんか終わっちゃってすぐ <laughs>。身構えてた分一気に見ちゃったっていうそう,そうなんですよね。 長いと思っててもあな長いっていうふうにちょっと心の準備はしてた分そのあこんなにあっという間に終わってしまっていいのだろうかっていう面白さが勝ってしまうという現象ですね。そ <laughs> そううなななんんでですすよ本当にんかもうめちゃくちゃ一気に見てやっぱもう続きが気になっていってしまうのでうストレンジャーシングスとかに関してはやっぱりこう1週間に1話追加形式みたいな感じだと絶対もうファン無理だし。結構その そう待ちきれないし構成的にも今回すごいそのいろんなところのこう場所が違う中でいろんなこうロシアであったりカリフォルニアでホーキンスってこういろんなこうキャラクターとこうまあ転換が早いのでなんかこうちょっとこうイントロダクションっていうかベース的なところをこう踏まえたエピソードとかすごい核に迫るエピソードとかが結構あるのでも,もちろん1話1話ちゃんとこうそれぞれ 1>, こう1話ごとのカラーであったり内容っていうのは定まってるんですけどなんかこれって一気に見た方がそのやっぱちゃんと話的にはやっぱこう分かっていくものがあるからんなんかそういった意味でもすごい一気見しちゃって、うん、こう7話の最後終わった瞬間に「そこで終わる終わっちゃうついに終わるやめて」<laughs> って感じで <laughs>、うん、終わっちゃいましたね。いや本当にその なんていうんですか、えー、クリフハンガーじゃないですけど、もう毎夜毎夜、どうなっちゃうのこっから助かる道あるのみたいな感じで、うん、結構ずっとピンチなんですけど、<laughs> それでもなんというか、うんうん、話が続いていく、まあ、それです。 危機に見合ったような結果が起こったりもする中で、もうすごいずっとドキドキしてるっていうのを、それをそのあの長尺の中で7話で引きずっと続けてやってるっていうのは本当にすごいことだなと思いましたね、うん、見ていて、うん、はい、あ、すごいあの事後のお知らせになってしまうんですけど、とりあえずはネタバレなしでお話しさせていただきますので、<あ>はい、ね、ネタバレ、はい、ネタバレありのコーナーに関してはこの後ネタバレありですよというふうに申し上げますので、え皆さんまだご視聴ちょっと長いのでね、ゆっくり見てるよっていう方もネタバレ <laughs> アリのコーナーナままではちょっととお聞きいいただけるかなと思いますもちろん何も情報入れたくないよという方には、えー、とご覧になってから一緒に楽しみたいなと思います。よろししくお願いいますはいはい、ということで、はい、まあそうなんですよねあの長いエピソード7に至っては90分超えでしかも、うん、あの予告されているエピソードファイナルエピソードシーズン4のファイナルエピソードに至っては2時間半あるとかないとか。<laughs> <laughs> <laughs> 時間半すごいです、ね <laughs> はい、なかなか聞かない。<laughs> <laughs> うん、ということでまあそのエピソード7が1時間半あるんだったらまああるかもなあという感じなのでまあそのエピソード 9,、うん、9, 9個あるエピソードのうちのエピソード7までで結構話は進んでいると思いきやまだまだこうツイストはあるんだろうなあということも含めてちょっと楽しみではありますね。ということで、うん、そうですねっと私は結構あの クロスカットが多いっていうのはさっき言ったと思うんですけれどもそれぞれがなんか独立した一本の映画のような感じがして「なんてうん、ストレンジャー・シングス」って1980年代のいろんなこう映画だったりサブカルチャーだったりっていうのをインスパイを受けてそれでリスペクトを示すっていうのが一つの大きな見どころだったと思うんですけれどもエピソード えーとシーズン4に至ってそれがなんというか爆発して割とこうリファレンス元みたいなものがどんどんはっきり見えてくるしそれをもとに、えー、シナリオを作っていくお話を作っていくっていうことのなんというかストレンジャーシングスらしさってこういうことだったんだなもともとこういうことをやりたかったんだなっていうのをすごく感じるような、えー、シーズンになったなと思います。うん、でなおかつ D&D の今回エピソード1で結構重要になってくるんですけれども。 「ダンジョンドラゴンズの」あのこう社会における需要みたいなところも含めてやっぱりその当時の世相を感じられる作劇っていうのがすごく今回もあってそれもなんというか楽しかったです,、うん、ですね <laughs>、うん。そうですね。はいまあ、その単なるその当時のこう流行りものについて言及するだけじゃなくてきちんと今回もそれがキャラクターにえー結びついているっていうのもすごく、えー「ストレンジャーシングス」らしさだなっていうのは思いました。うんうん のさんはいかかがでしたか結構、まあ、ずっとドラマ見てますけど、はい、先週今週と。<laughs> はい、そうですね「帯1」もありましたし「<laughs> ストレンジャーシングスも」も結構最初の方から見返したりして、はい、ずっと見てたんですけど確かにでもあの今回本当最初「あのボリューム1」と「2」ってことで2部構成みたいになるっていうアナウンスでしたけどやっぱりシーズン4の9話あるうちの7話が前半に来るって,きて。 でそのさっきおっしゃったみたいにその最第2部の最終話は2時間半とかっていって結構なんか構成としては変わってるというかこうなんかどういう分け方なんだみたいなところは思うところもありますけど、うん、まあ見てみるとあ、うん、なるほどなっていうところもありまあそういうふうにや,りやるねっていうところもありますしであと1話1話が長くなってますけど あの確かにこうやっぱり止め,止めどころがもうなんか全然わかんないですよねあの。ここで止めるっていう決め手がないのであの見,だ見始めてしまうともうずっと見てしまうっていうのは確かに長くても全然見えるっていうのはあると思いますしあのなんだろうな,そのなんか、まあ、これは前のシーズン過去のシーズンでもそうなんですけどこう結構。 ここで終わるのかなみたいなこう暗転というかフェードアウトしてもまた続いたりしてなんかどういう基準でエピソードを区切ってるんだろうなっていうところをちょっと気になったりもするところもあるんですけど、まあ、今回あの結構ほぼほとんど3年ぶりぐらいの新シーズンっていうことでかなりあの <laughs> みんなと久しぶりに会ったなっていうところがあってあのキャラクターの成長ぶりにすごく驚いてしまったんですけどあのやっぱりあの,子あの子たちっていうかあの子たちってもう言えない見た目になってきてますけどあの彼らになんかまた会える嬉しさというかなんかそれをここまで感じられるドラマはやっぱそんなにないかなっていうのは思っててなんか。 久しぶりに会えたねっていうそのドラマの中でもそういう展開ありますけど見てる私たちも久しぶりみたいな気持ちになるしやっぱりどのキャラクターのことも好きになれるようにこれまでの積み重ねでなってきているところがやっぱもう完全に地盤がもう強いドラマっていうかもうなのでシーズン4はあのまたかなりシーズン3も結構それまでと違うあのお話というかこう 見た目であり展開であり設定でありになってましたけどシーズン4でまたそこからなんかかなりこうなんて言うんですかね相性的と言ってもいいぐらい触れたところがあってまずスケールがすごいでかくなってますよね今回でそれがまああのすごいなっていうところでもありあのなんかうん なるほどこうなるのねって思ったところでもあるんですけどまあ展開については後で話すと思うんですけどやっぱりこのスケールのでかくなり方とあとそうですねまああの設定されているその時期っていうのがあの今回予告編でも何だっけなカリフォルニアのなんか日常を描いた予告編みたいのありましたけど、はい、あの 今回春なん,ですよ、ね、なんかあの時間季節というか。そうですねスプリングブレイクなんでこれまでシーズン1と2はだい体、まあ、10月11月とかこうからクリスマスにかけてっていう感じででシーズン3であの夏になってこう一気にまた新しい感じがしましたけどシーズン4でまた今度は春休みっていうことで結構その。 時期設定によってもそのドラマのこうストーリーであったり全体の雰囲気っていうのがかなり変わってくるなっていうふうに思ってなんかそこも面白いなって思いながら見ましたね。はい、そうですねその久しぶりに会ったとは言いつつも例えば「イレブン」に関しては「ゴジラ」で会ったような気がするとか、うん、<laughs> マイクに関しては「ーでゴーストバスターズ」でんかその妹がいたようなみたいな<の>。<laughs> そうですねしかもなんかあのつなぎは「<laughs> つなぎはストレンジャーシングス」でも来てたなみたいな <laughs> どんどんごっちゃになってくるところはあります、ね <laughs> はいはい、でそのあのキャストの人キャストがどんどんこうスターになっていくというかストレンジャーシングス以外の活躍をしていく中でそれでもやっぱり「イレブン」だったりマイクだったりっていう形でそのまた会えるっていうことなんかすごく不思議な気持ちになりますよね。うん確かに <laughs> はい、はい みんな全然大人になりましたしね。そうなんですよね <laughs>。大人になっちゃってもびっくりでしたね。<laughs> <の>マイクはもうなんかえ税 <laughs> 高すぎだろっていう感じですよね。ね、シーズンワンとかすごいちょっとまだぷっくりして、うん、なんか口元も可愛かったですけど今、ね、ないですもんね。うん、そうマイク。 エンズテルフィーン・ウォルファルト君がもう19歳で<っ>ミリー・ボビー・ブラウンも確か、えー、18歳で<ー>えっとあのー、マイウィルー役のノア・シュナット君が最年少で当時シーズン1が11歳でで今17歳なんですよねなるほどであのー、えっとルーカスルーカス役のケイレブ・マク,レはい、マクラフリン君は えっと、もう20歳なんですよちょうどあのシーズン2で登場したマックスセイディシンクと同い年であ、はい、そこが20歳でダスティンはあの <laughs> ゲイテン・マテラッツァオくんは <laughs> あのピンくんと同じためで19だったかな、はい、確か。あじゃだもうみんな大学生ぐらいの。 すね、もうすぐ成人って感じで, <laughs> <ん>でそれで言うと、はい、お姉さんお兄さん組はナンシーを演じているナタリー・ダイヤが、はいえっと、27歳で彼女とこうチャーリー・ヒートンあのジョナサン役で実、はいはい、生活で付き合ってるんですけどそのジョナサン役の彼<あ>28歳。は<ー><で>大体同じですね。 そう、スティーブ役のジョーキーリーが三十歳。<laughs> 大台に乗ってしまっててないですか。<laughs> だから、お兄さん、お姉さん組はもうアラサーなんですよ。うん、まあ、そうですよね。いや、まあ、でも、本当みんなの成長に合わせて、本当になんていうか。キャラクター自体のこう立ち位置なんかも変わっていて、うん、あ。ちょっとこう、新しい環境に適応できてたりとか、まあ、えっ、ー、と。 仲間は友達は友達だけどちょっと別のやりたいことを見つけたりとかいうのをうん、うん、でもこれだけこう,こう成長していったらあまあでもそういうこともあるよねってなんか自然に受け入れるような感じもありますよね。でもあの何だろう今回3年ぐらいまあ,あの撮影時期は別として配信時期でそのぐらい空いてますけど。あの 劇中ではまあシーズンごとにだいいた年ずつやってるじゃないですかなんであの余計その成長が1年しか経ってないのに2年分ぐらい多分年は取ってるはずなんでなんかただでさえ大きくなってるのにさらにこう加速して「ハリー・ポッター」とか見てた時もそういう感覚は訪れてましたけどあの時に似たような,なんかの人たちどんどん。 大人にななっっていっているんだけどみたいな感覚はありますよねでもなんかその彼らの成長に合わせてほんとその作撃自体が左右されていくっていうのはすごくあのリ,アリアルタイムで見るからこそすごいあの視聴者と一緒にこう作っていくようなところもあってやっぱこれだけこう全世界的なあの現象になってるのはまあわかるなっていうところでありますよね。 なんか親戚のおじさんおばさんが全世界にいるみたいな感じですよね。あら大きくなったねみたいな。そのその視点でで彼らのことととを見つめてると思うすすごいですね <laughs>、はいうん、ちゃんとなんかみんなやっぱその高校に入ったらこういうことを経験したとかっていうのを彼らがこう、まあ、やってるじゃないですかだからあそういうのあったねっていう、うんうん、またそういう意味でも親戚の。 こうおじさんおばさん的な目線だし、まあ、そういった彼らがどういうふうに乗り越えてくれるのかっていうのがうん、うん、例えばじゃ自分が乗り越えた方法と同じなのか彼らは彼らなりの方法があるのかみたいなところでのからまた我々が学べるところがあったっていうのがか一つ「ストレンジャー・シングス」のこのシーズン1からの良かったところでうん、うん、結構今回シーズン4はすごいみんな。 また一つ大人の階段を上ったがゆえになんかどんどんきついこれまでにないきついなんか状況にそれぞれがこう対峙していくことになってしまうのでなんかそこにこうどういうふうに乗り越えていくかっていうのも結構見どころの一つでしたね <laughs> うんそうですね。 はい結構、そのいろいろまあもちろんアップサイドダウン裏側の世界からの脅威っていうのもありますけれども,もうそれ以外の部分もともとそれはストレンジャー・シングスでもえ描かれ過去シーズンでも描かれていたことではあるんですけどますますその部分っていうのが結構フォーカスされたっていうのはある中で私はでもあのダスティンの結構まだ変わらなさっていうのが癒しというか <laughs> ありがたたかったですね <laughs> ダスティンはもう最高ですね。<laughs> はい、本当にもう、はい 毎シーズン、毎シーズンなんか改めてダスティンは最高だなって思わされますね。安心しますよね。はい、ダスティンとエリカは、エリカの人は、何ですか、最初から30歳とかではないですよね、なんかあの, <laughs> あの異常な大人び方は。初登場時からこう、心の中が30歳とかではない。<laughs> そんな感じに見えますよね。<laughs> エリカも今は15歳ということですね。<laughs> あもう15歳なんですか。はい、15歳。あーはー、あ、とか言ってますけど、ね。すごいあのリアルストにヒリストで、はい。ね、プレミアの時の写真とか、だからこう普段の彼女役じゃない時のメイクアップとか、すっごい大人びてて、で<ー>、えー、もいくつみたいな二十歳ぐらいに見えるので、<laughs> も心もなんか中身も外見も大人ですよね。そうですよね。 そのどんどんこうシーズンが減るにつれてキャラが増えていくんですけど、まあ、新しく出たキャラ全員好きになれるっていうのもまた今回、うん、すごいところで私はあの、まあ、今回はちょっとこうすでにシーズン3までに積み重ねてきた関係性みたいなものの方が大きいかなという気はするんですけれどもそれでもその、えーと「ヘルファイアクラブ」という「ダンジョンドラゴンと」はいえっとやるサークルのエディなんかもなんか本当に不思議な魅力があって。<laughs> 最高ですね <laughs> なんかいい、ね、こんだけ既にいるキャラクターが愛されているシリーズなのに <laughs>、はい、ちゃんと新しいキャラクターを好きにさせてくれるっていうのはほんと、ね、かしかもあのキャラクターとかぶらないところにちゃんと配置して、うん、でもうさすがになんかもうあの新キャラクターそんなにいらないんじゃないかと思ってもなんかエリーが出てきた。 瞬間にもううわこいつ好きって思ってて思しまんかちゃんとフリークスなんですよねなんかエディはは。それで言うとなんか立場的に今回彼がこういるのって視聴者側じゃないですけれどもまあロビンも確かにその。 シーズン3から新しいキャラクターとして裏側の世界の脅威にこうその時初めて触れてで今回はちょっと知っている側の立ち位置だけど、うん、エディはなんかよりそのいきなり裏側の世界のことに巻き込まれてしまったっていうところで、うん、なんかすごくあの中でのこう素人っていうかだ,だからこその <laughs> なんか彼ができるリアクションとか、うん、彼,彼だから提,案でき提示できるその疑問とか。 みたいなのが結構物語になんか強くちゃんと貢献してるなっていうのもなんかすごい素敵なところでした。うん、そうですね。すねキャラクターの配置としてやっぱり知ってる人たちと知らない人たちの間のこのギャップがありつつ説明不要みたいな感じにならないようなこう絶妙なラインでしたよね。確かに。<laughs> 何が起こっとるんだっていうことでこう動揺するというか。うね、<laughs> まあそそういう意味ではアナエスさんはすごいお好きなシリーズだと思うんですけれどもあの今回のそのキャラクターの えと成り行きとか活躍とかで注目してたりとかえなんというか満足いったぜみたいなところとかありますかこのキャラは注目してた,みたいなやっぱりマックスですね<お>今シーズンはマックスがもう本当にキーパーソンで<ー>結構予告編をご覧になった方だとこうちょっとわかるかもしれないんですけどかなりマックスがすごいフューチャーされてるんですね。<ー> なんでフューチャーされてるかっていうのがこう劇中でどんどん分かってくるんですけれどもんなんかそのまあマックスってシーズン3ではそのビリーこう、まあ、マインドフレイヤーに乗っ取られてしまってビランになってしまったビリーとのもう本当の意味での対峙でそれからビリーを失ってしまったっていうかなり実は。うん すごいこうトラウマ的な経験をしているキャラクターでもあって、うん、でそのか彼女の折った傷っていうのが結構今回のシーズンの物語をこう動かすかなり強いポイントであってたりして、うん、なんかそこをすごいセイディ・シンクがめちゃくちゃ本当にいい女優だなって思わせる、うん、その「イレブン」のミリー・ボビー・ブラウンみたいにすごくいい演技をされてたので。 そこのこうアークが私はもうめちゃくちゃこのシーズンの中ではかなり心を動かされたしちょっと泣きましたね。はいちょっと本当にやっぱり積み重ねてきた友情みたいなものも感じさせるようなエピ,エピソードがいっぱいあったと思うんで,ですけれどもじゃあちょっとあれですね、うん、皆さんの具体的な、えー、エピソードとかにもついて語っていきたいなと思いますので。はい <laughs> はい、ネタバレありの、えー、お話を始めていきたいなと思います。結構、本当に結構話したいこととか、びっくりしたこと、いっぱいありましたから、ね、本当に、ちょっとね、そうですねネタバレ、ネタバレないと、なんか話が進まないじゃないですけど。ということで、えー、と皆さん、ここからネタバレあり、えーとエピ、シーズン4のエピソード7まで見た、ネタバレありのお話をさせていただきますので、えー、ぜひぜひ、ネットフリックス配信中なので、ご覧になってから一緒に楽しんでください、はい、いいですかはい。 はいということで、はい、マックスの話が来ましたけれどもそうなんですよね、えー、と今回ホーキンス組まあ、えー、ホーキンス組カリフォルニア組ソ連組 <laughs> あと研究所組<れ> <laughs> 研究所組というなんか <laughs>、うん、まあ4箇所ぐらいで話が進んでいく中でそのホーキンス組の途中までのモチベーションとして、まあ、途中までっていうかまだ全然解決はしてないんですけれども、うん、マックスが、えー、と今回の大ビランであるベクナに 狙われてしまってそれをなんとか助けなければいけないという話になっていってしまうわけですけれどもはいそうなんですよはい第4話「親愛なるビリー」はいはいあれがもう個人的にはあのこのシーズンあの4の第1話の第1部の中ではもうベストエピソードでした一番好きでしたねなんかっていうのもやっぱりなんか すごいい彼女の抱えている罪悪感、まあ、今回のシーズン4にこう全部通じているテーマでもあるそのトラウマと罪悪感、うん、ギルティネスっていうところでマックスがすごいやはりそのなぜ狙われるかっていうところがちゃんとシーズン3があるからこそなんか積み重なってきた設定でもありますし、うん、ここでこう、まあ、孤立していた彼女がどんどんこうベクナに襲われてしまって。 で,囚われてしまうでストレンジャーシングスって本当に子供殺すからたまに。あーそうですね <laughs> で。このシーズンって本当にいきなりあのチアリーダーの女の子がはい。惨、はいはい、殺されるところから始まるじゃないですか。<laughs> そうですねび。びっくりしたシーンなんですけどなのでああいうそれまでにたくさんその子供の死が描かれてきているからテンポよく。マックスで予告編を見たきに私はなんか。 イレブンが力を失ってマックスに何かこう力がいったのかなとか<ー>なんかそういう,う浮いているシーンがあったのでポジティブな感じでその予告編を捉えてたんですけど、はい、そのベクナの呪いによって子供が死ぬ前にこう宙に浮かされるっていうのを気づいた時に、うん、やばいってなっ,ちゃってなちゃあの予告編のやつはそれなのかと<もう笑> <laughs> やばいやばいってなってでマックスがあの自分もその被害者たちと同じだっていうことに気づいてもう余計やばいほ、うん、本当にマックスが、まあ、死にそうになってたじゃないですかうん、うん、でマックスが殺されるのかと思ったらケイト・ブッシュの音楽で救われるっていう。 あのサビが来た時に確かちょうど上ががったのかな体がなんかなな体んそこのシネマフォトグラフィー的にめちゃくちゃ綺麗で、うん、もで美しくってすごい鳥肌が立ちますし、うん、なんかケイト・ブッシュ,ッシュのその,あの曲選曲も素晴らしくって「ランニング・アップ・ダッ、うん・ヒーロっていうそのお顔に向かって走るみたいな曲なんですけれども、まあ、その歌詞の中で。 もしなんか叶かうなら、まあ、神様にお願いしてその彼と私の,その立ち位置を交換させたいっていうだからこう失ったビリーに対するその彼女の気持ちっていうのも反映されてますしなんかケイト・ブッシュのあの曲って1985年のアルバムかなんかに入ってるんですよ。でかそのそれまでって彼女イギリスで評価されていた。 あのアーティストなんですけどその前の「ザ・ドリーミングで結構アメリカとかにもなんかやばいアーティストがいるって感じになってでその後に出したアルバムだったので、うん、アメリカでは大ヒット曲っていうか大ヒットアルバムだったんですよ。でその最初のこう1曲目にあの曲が入っててうん、うん、でそのあのアルバム全体がなんかこう超次元を超えた愛みたいなのをテーマにしているアルバムでもあって。うん なんかそういうのもすごいそのストレンジャーシングスとのこうシンクロニティっていうか関わりを感じますしなんかだからこそっていうでその曲をちゃんとルーカスが知っていたっていうのもルーカスがこのシーズンで結構こうあの離れてしまってたじゃないですか。距離を置かれていたけどちゃんとルーカスはずっと変わらずマックスのことを知っていたし愛していたっていうのも分かるシーンでなんかもうすごいエモーショナルでしたね。<laughs> <laughs> ああのシーンだけでもうあの語りたたいことがたくさんあるっていう結構そのまあシーズン終わるごとに一応ハッピーエンドではあるんですけれども本当にあに月日を重ねるごとに確実に痛みがこう積み重なっているっていうのは確かなことで,でそれをこうかなりその物語の中心に据えているっていうことがこのシーズン4における一つのこう重要なメッセージかなっていう気がするんですよね。うん そういう意味ではそのホッパー結構あっさり来てたやんみたいなところもありますけれども <laughs>、はい、<laughs> 私はちりに, <laughs> になってたと思ってたので, <laughs> たたので <laughs> 普通にあの物陰に倒れてたので <laughs> あ,あよかったってなりましたけど <laughs> 普通にいましたね、はい、<laughs> あのでもそうマックスはすいません話戻っちゃうんですけど。はい、<laughs> あのー 本当にあのなんかやっぱあの子だからこそ今回のやっぱハイライトになってるというか、うん、その彼女はすごいあの自分の弱みをこうなかなか見せられない人物じゃないですか。イレブンとかはあの、まあ、見せる見せるってわけじゃないですけどやっぱりちゃんとこうみんながこう心配になるようなこう感じにある意味なってくれるからこう。 こっっちから大丈夫って言いいやすすキャラクターですけどマックスはいつもこう平気っていう顔をしていたい人なので、うん、なんかそ,そこをそのんから彼女のあのなんていうんですかね皮肉屋なところというかこうサーカスティックなこうパーソナリティっていうのもあの僕すごく好きだった前から好きだったんですけど、うん、やっぱそれもこうある種のこう 自己防衛的なものとしてこう出ている性格かなと思って、まあ、だからすごく好きだったんですけど、まあ、でもそれだけにやっぱり彼女がそれであ,のあと24時間ぐらいでもうこれはこ,このパターンできてこれが全部自分に当てはまってるってことは。 確実に死ぬはこれっていうのは自分が一番分かっていることだからその,その事実を知ってからの彼女のやっぱりその行動とかあの周りに対するこう、まあ、それで全然こうそこで泣いたりもしないですしあのなんか手紙をこうしたためている時になんか「見ないで」みたいなことをなんか言ったりして。 あのみんな気まずそうになっちゃうところもありましたけどなんかあの辺のこうすごく非常に振る舞ってる感じみたいのがやっぱりもうあの時点から結構こうこう来るものがありましたよね。でそこからのあのルーカスがっていう展開だったんでまあこれはうまいうまいって思いましたしまやっぱさっき穴さんおっしゃったその選曲の妙というか。 まあ、そこで書ける曲をどれにするか会議みたいなものは相当行われたんだろうなって思いますけど<笑><笑>まあ今あれがね世界中の、あのー、配信チャートで席巻しているそうですけど <laughs> まあ納得だなって思いますよね。ケイトブッシュの曲に関しては ウィノナ・イイダーがずっとケイト・ブッシュ大ファンで<ー>なんかずっとこれまでのシーズンでも彼女の T シャツとかなんかそういうの着てたんですよ。で今回のプレミアでもなんか彼女のバッジとかつけててでウィノナライダー的にはずっとこうダッファーブラザーズに「ケイト・ブッシュ使ってよ」みたいな感じだったのでただやっぱそのケイト・ブッシュがこうアメリカで評価されたのってちょうど今回のこうシーズン4の,あの舞台っていうか時代の85年だから。<ー> <laughs> なんかちゃんとこうあのなんだろうただのィー s の曲持ってきたっていうより意味がありますし、うん、意味があるけどじゃああの時のマックスみたいなこう女の子たちが聞いててお気に入りの曲っていう曲としてもちゃんとこうあの納得感があるんですよね,すねあの。あの時代の子だったらヒットチャートのこのケイト・ブッシュの曲聴いてるよなみたいなそういうところのちゃんとこう整合性とかもあるから。うん めちゃくちゃゃくいでですよ、ね、<laughs> そうですよよねねそうストレンジャーシングスはやっぱそこがもう最初から徹底されてますも、ね、んねポップカルチャーに関しての何年の何月にこれがはやったアメリカのここでは絶、うん、流行ったっていうのを絶対、うん、あの矛盾がないようにしているのでそれはやっぱすすごく重要ですよねそうですねはい。いやなんかその さっきその机上に振る舞ってるっていう点で、彼女が泣くシーンってビリーの手紙を読んで泣くじゃないですか。うんはい、で、結局そのあれもすごくうまいなって思ったのはビリーって振り返ってみるとすごく嫌なやつなんですよね。ねあのマックスに対しても周りに対してもで結構ずっと。その結局なんだろう。うん、まあ、あの暴力スティーブとかボコボコにしてたり。 確かししてたし、はい、暴力を振るうあの兄という立ち位置で、まあ、家庭にいるそのまあドメスティックバイオレンス的なこう兄弟、うん、家族っていう相手の死をこうまあ描いているとしてうん、うん、結構それって本当にそシーズン3でマックスがビリーがこうああなってしまっているのを、まあ、その場から立ちすくんで動けなかったっていう点も含めて、うん、どこかでこう彼女の中で、まあ、ビリーがいなくなったことで訪れた平穏って。 まあ必ずあると思うんですね、まあ、そ,それによって父親がうん、うんね、彼の父親がいなくなったりとか、うん、でどこかでよかったって思ってしまった瞬間っていうところの罪悪感みたいなのって彼女だけが分かっているこう秘密なんですよ。でそれであの場で助けにこうちょっと走っていけなかったこととか。うんうん だそういうすごく大きいものを抱えている彼女があの手紙を読んでいてだからその一番彼女にとってはあれが一番エモーショナルな瞬間なので、うん、そこでこう涙を流して涙の流し方もなんか泣きたくないっていうかなんかこう。<laughs> なんかすごく嫌なんだけどって感じでもう出ちゃっててもう泣いてる自分嫌だみたいな泣き方するじゃないですか、うん、なんかそこがその「セイディ・シンク」のすごいこう素晴らしい演技だったっていうか、うん、なんかちゃんとマックスっていうキャラクターへのもう細かいなんか描写がちゃんと描かれていたっていうのでなんかすごい良かったですねそのマックスのキャラクター的な話だと。うん、ね これだけそのいろんなキャラクターが各地で転々とやっている中で1人のキャラクターに対してそこまでフォーカスしてしかもそこまでえっとこう深い描写ができるっていうところは本当にそのキャラクターへの理解とか愛情とかクリエイター側がどれほどマックスというキャラクターが世界中で愛されているのかっていうのを本当に分かっていて作っているんだなっていうのは本当に思いましたね。そうなって まあ今回はそういったマックスも含めてですけどイレブンは、えー、っと今回単独行動ほぼになってしまってしかも結構イレブンも強いひどい目に遭っているというかその、うん、学校でいじめられているっていうところも含めてそのシーズン3までで失ってきたものっていうのは劇中で描かれているものがいろいろあるんですけれどもイレブンに関して言うとその ああいう特殊な生い立ちだからこそそもそも,も持たされていなかったものっていうのが逆にその復讐しに来るというかそれによって傷つけられてしまうっていう,こうホーキンスから離れていかに孤独になってしまったかっていうのが描かれるわけですけれども、うん、結構私あのスケート場のいじめのシーン つくてちょっとあのネットフリックスの1.5倍速を押してしまいました最初あんなあんな露骨ないじめがシーズン4でまだ出てくるとはちょっと思いませんでしたあれなんか80年代の作品とか当時だから本当にその子供と子供のいじめって暴力的だったんだなって思うし。 なんか最近のその今,つ今の現代作られてるドラマとかってその学園物でもああいういじめシーンってもうないじゃないですか。<laughs> なかむしろいじめっこダサいみたいな感じで、うん、ちゃんとこうもうクリエイターがそういう,こう主張で作っているんだけれどもやっぱこう80年代設定だからあの当時はもうやっぱひどいかっただろうし。うん ちょっとなんかキャリーを想像させるような感じですよねそうなんですよねそのこの後イレブンは超能力を失っているのでキャリーみたいにこうはキャリーになれないっていうのが辛いところですね<笑><笑>はい、まあ、でもその八十年代の映画を結構見てるとそういったいじめのシーン結構いろいろ見てるので、はあ、でも,もうこの後どうなるのか分かってるただただ辛いってなってしまう感じはありました確かに <laughs> まあ,でもあのシーンを見てあなるほどな超能力のを持った少女で っていうことで、この年齢になったからこそ、こういう描写になるんだなっていうのはありましたし、その長く続いたシリーズだからこそ、こういう描写にたどり着いたんだなっていうのもあって、ちょっと感慨深くはありました。うん、はい、そうですね。なんかでも本当、はい、あのまあ基本的に基本的にいじめられ気味じゃないですか？あの、ストレンジャーシングスの主人公たちっていうのは <laughs>、はい、なので、あの結構これまでもいじめ。 子たたちはいいっぱい出てきましたけどやっぱりあのマイクたちの,あの彼らがこうナード的な子たちがいじめいじめというかこう嫌がらせされたりバカにされたりするのとやっぱりあの一人ぼっちのイレブンがなんかみんなの前でああいうふうに扱われるのはやっぱ全然同じこうあれでも全然違いますよねなんか本当にただただつらいみたいな、うん、シーンでしたね。<laughs> 本当に彼女、はい、ねいやごめんなさいなんかもう普通の子育ち方じゃないじゃないですか。うん、でそれは別にみんな知らないし知ることもないから、うん、なんかそのそこだけでかわいそうだし、うん、なんか結構シーズン4って11のなんかずっとこれまでアイデンティティを探していた彼女のまあ物語だったとも思うんですよねシーズン1から。はい、なんかシーズンととかちょっとこう これが私なのかすらみたいな感じでなんかちょっとこうクールな感じになったりしてましたけどアンクになったりしてましたよねそうそうそうでそれでシーズン3にマックスとかの友達ができてスターコートでおしゃれしてとかなんかこう普通の女の子にな,んかなろうっていうかっていうタイミングがシーズン3だったんですよねでそれででパワーがあってでもでパワーを失ったことで本当に今回は あのイレブンンじゃななくてジェーンなんですそね今回の最初の頃のイレブンって。でただ結局その彼女のじゃあアイデンティティイレブンとは何かみたいなことを彼女が自分で考えた時にジェーンになろうとしてもジェーンじゃなかっジェーンになりきれない自分とエル、うん、と呼ばれる自分のこう二つの自分の中でこうすごいこうまあ なんかせめぎ合いみたいになって,て結局このシーズンーってブン自身がエルとジェーンをどちらもこう認めた上でなんかそこをこうちゃんと2つを1つにするなんかところなのかなって思ってだからこう結構彼女自身のトラウマ的な過去でしたりなんかそういうところの原点回帰を自分自身がしている。 でそれはこうジェーンでいるためにも必要なことだし、うん、エルという自分を失った自分を取り戻すことでもあるしみたいなことで結構なんか深いこうアイデンティティのアークを今回イレブンがしてるなっていう印象でした。うそうですね。はい、イレブンのアークについてはそのまあ、結構過去の回想が多くっていうのがちょっとその今までホーキンスの仲間たちとかそのそれこそホッパーとかとのこうケミストリーで。 生まれててきたたものののっっいうのがあったので、まあ、ちょっと私個人的にはやっぱりあの階層の中で進んでいくのが物足りなくはあったんですけれどもうん、うん、まあでも確かにそのジェーンの出世の秘密みたいなもので言うとその妹さんの存在とかも結構あのそのままになってたりするのでそういう意味では今後描かれていくかもしれないみたいな話もありますもんね。 エピソードあのシーズン4の役割かどうかはそれはちょっとさて多いんですけれども確かにシーズン2の,あの今回のこう「改想でもまた一瞬出てきた「エイトでしたっけ、はい、あの一緒に遊んでいたあの子もシーズン2でその後どうなったんだろうとなんかそれは結構ずっと思ってますね、はい、あ,のあの人何してんだろうなと <laughs> まあでもあの 描かないっていうことはないっていうクリエイターの方もおっしゃってたので <laughs> 多分まあシーズン5で出てくるのかもしれないですけれども、はい、まあ『イレブン』の過去についてはそのそうですねそのジェーンと 得るっていう形でつなぎ合わせるにあたってその失われていた過去を思い出さなきゃいけないっていうところでもこう生産する物語が発展しているわけですけれども、まあ、その中で言うとその「ワン」っていうなんかもう本当,、うん、本当にラスボス感のある存在が<あ> <laughs> オリジナルみたいな感じに分かったかって感じですよね。本、はいはい、本当当にこう週刊連載漫画でで最後の本に出てくるそうですねうはい 初号機みたいなのが出てきましたね。で, <laughs> でしかもそれがベクナだったっていう衝撃のね。あれ、うん、そうそうなるみたいな。<laughs> てかあのクリール家のあの男の子だったってなった瞬間すっごいびっくりしました、ねうんうん。あそうですね。うん、あの新居に来た時の子が映って、うん、あこいつだったのってなりますよね。<laughs> <laughs> あのそうですね。ナンシーが調べた連続殺人犯の家の えー、子ど息子とつながっていくというまさかのまさかで、うん、50年代になんで裏側の世界があるのよみたいなところの答えがそこにあったわけですけれどもなおかつ、まあ、今までそのデモゴルゴンとかマインドフレイヤーとかが敵だったところにもういやもうイレブンの力を持ちなおかつ裏側の世界に敵をしたそもそもその、うん、えっと この世界と裏側の世界をつなげた原因のような存在が出てくるということで、<laughs> いよいよクライマックス感が、はい、出てきますたけどそうですね。はい、しかもなかベクナ、ベクナは皆さんどうでしたかあの、ヴィランとして。背中からなんかニョキニョキ出てるのがちょっと嫌でしたね。ああ <laughs> <laughs> んでもあ<れ>あの、うんはい えあれすいません <laughs> あごめんなさいんかベテナのものなのか、はい、あれなんかマインドフレイヤー的なその裏側の世界のあのがなんかこうコネクトされてるのかちょっとどっちなんだろうって思って分かんないんそういう感じに見えましたよねあの、うん、こうそうケーブルというかこうケ <laughs> ーブルがいっぱい刺さってるみたいな感じででもそのあの やっぱりあの言葉が話せるヴィランみたいのはやっぱり、うん、であちゃんとなんか人型をしているしあのっていうのがすごいストレンジャーシングスの世界では新鮮じゃないですか。うん、でなんかそこは、まあ、個人的にはあのも,もっと抽象的なだった頃の敵とされている存在の方が、まあ、好みだった。 個人的な好みで言えばそっちの方が好きだったなって思うんですけどベクナーベクナーでやっぱりあのなんか結構なんか大変そうでしたよね一人であのそうなんですよいろんな人も <laughs> 結構一人であの本人もなんか忙しい私は忙しいみたいなこと言ってましたしマックスに対してもなんか結構頻繁にというか豆にあの マックスって言って、ね、ずっとあの豆に絡んでいくみたいなところもなんか結構そのき表面さみたいなところも見えましたし、<laughs> あのなんか <laughs> こいつ結構頑張ってるなみたいな感じを受けてしまいましたね。あもう、まあと人間なるでちょっと理屈がある感じなんですかね。そうですね。二十四時間後にお待たせるんだっつって、<laughs> そうそうスケジュールとかもなんか結構きっちりちゃんとやってそうだし、あのなんだろう。 あのたまにそういうヴィランいるじゃないですかあの、まあ、サノスとかもそうだと思うんですけどあの自,分の自分が決めた設定した目標のためにすごい自分が忙しいヴィランみたいのがたまにいて<ー>なんかベクナもその辺になんか私の中では入るなと思ってちょっとこう人間味をやっぱりどうしても感じてしまってあの100%嫌いになれないところはちょっとありますよね。 確かになんか被害者見つけるときになんかあの,、うん、あのバスケ部のこうちょっと先輩が次狙われるじゃないですか湖で殺されたあのあの彼にしようみたいなときにちょっとこうなんか精神世界に入って、うん、いろんなこう人の声を聞いててそこでなんかジャッジみたいにしてて <laughs> なんかこれは大変だよなみたいなね毎,回毎回こうやってんのみたいな。<laughs> そのちゃんと次のあれを次のこうスケジュールを毎回こう決めてやっていかなきゃいけないから <laughs> ああ結構この人も大変なんだなっていう思わせるシーンでしたよね。ね <laughs> ちゃんとトラウマこうチェックリストがあってこうトラウマを持っているとかこうちゃんとそこに当てはまる人だけを狙わないといけないからああ大変だなっていう感じでしたね。 なんかその話すヴィランっていうか話す悪いやつっていうところだとなんかそれも80年代っぽいなって思ってなんか80年代のホラー映画ってまあ今回すごいこのシーズン4がエルムガイの悪夢がめちゃくちゃこうもう想起させるっていうかフィーチャーされてたと思うんですよあの,あのクリール役で出てたロバート・イングランドとかい結構ベクナのこう 何鍵爪みたいなビジュアル的なところでもフレディなんか夢の中に出てきて襲うみたいな感じもあったし、うん、まあそれでいうとこうペニー・ワイズもちょっとあるっていうか、うん、なんかその本人にしか見えないところで大人がこう信用してくれない、うん、でなんかすごいもうホーキンスがデリーになってきてるなって思って。 なんか、うん、なんでみんな引っ越さないの、みたいな。いや、そう,、ね<笑><笑>そう、死者多いよ、ね。その問題はちょっとあるんですよね。<laughs> やっぱこう、さすがに、やっぱ、四シーズン目となると、<laughs> なんかもう。さすがに、だって、四年、三年前ぐらいから、ああいうことが起こっていて、あの。毎 の両親とかのあののんきさが<い> <laughs> あのお前らちょっともうちょっとのんきすぎるだお父さん特にみたいない本当にのんきでしたね <laughs> 家に子供たちがいないのにの全然心配ないしないんだみたいな感じ、ねね、なんかそれもすごい八十年代特有のその放任 <laughs> 主義的なあのあ<ー>業者ですしそういうとこなのかな そうそう「イット!」も結局そうなんですよあの当時って子供たちがどこか行ってても親ってそんな心配しなかったみたいななんかそれを、まあ、逆手にとってじゃないですけど悪いやつらがなんか <laughs> こ大人なんかあの味方につけられないぞみたいな感じで子供を狙っていくうん、うん、で結構なんかううそうエルム街の,そのフレディとかペニー・ワイズも結構そういったところでなんか相手のすごい嫌な形になって登場するそのペニー・ワイズのシェイプシフター的な。うん 動きとか、はいはい、まあフレディのその悪夢を見せるっていうなんかすごいこの二人のコンビネーションと、うん、あのあ、ー、ピンヘッドっていうかエル<ー>レイザーのピンヘッド的ななんかその三人の集合体みたいなのがなんかベクナっぽいなみたいな感じでそう思っちゃいました。で結構その八十年そう七十年代とかなんかマイケルマイヤスとかっては喋らない怖い、うん、そうですね。 ラランンだっったじゃないいですかかてう殺人鬼それがどんどんこうフレディとかペニー・ワイズとかうん、うん、ピン・ヘッドとかめっちゃ話しかけてくる <laughs> そのホラー映画のアイコンが出てきたのも80年代だからベクナーもなんかちょっとそういう立ち位置としてストレンジャー・スイングスの中で出てきたのかなっていう印象がありますね。 やっぱり愛嬌っていうところですよね愛嬌, <laughs> 愛嬌が加わってしまったっていうのは、ね、確かに結構怖いキャラクターのはずなんですけどやっぱちょっと愛嬌感じますしこう結構し,しゃべるとね結果としてなんかデモゴルゴンもちょっともうなんかか可愛い,いというかあ全然大丈夫大丈夫みたいな感じの雰囲気でちゃいますもんね <laughs>、はい、そうですね、はい、まあデモゴルゴンが意外、うん いや意外や意外ソ連にいたっていう話がありますけれども <laughs> なんかこう、うん、ちょっとすっとぼけた感じのソ連パートとか一番過酷なのは多分ソ連のパートなんですけど、うん、一番こう、うん、というかすっとぼけた味があって私は結構好きだったんですけれども<ー> <laughs> なんかこう80年代のこうイマジナリーソ連じゃないですけど <laughs> そうですね、はい、まあねシーズン3でも割とそういうところありましたけど <laughs>、はい、今回また。 輪をかけてじゃないですけどあの、まあ、そもそもあのなんか鉄道をこう敷設,設してるみたいのもあのなんかそのそれしかソ連の仕事ってないのみたいな労働ってみたいな感じもしますし <laughs> あのそうですねでもソ連はやっぱりああいうあの絵的にもやっぱりこうサイドも出しようがないですし <laughs> ホッパーの一人であの非常に辛いところもあるんでその分の あのバランスを取ろうとしたのかわからないですけどこう一番こうスラップスティックな感じはあったのはそれですね <laughs>、うん、特にそのあの二人のジョイスとジョイスとマレーかな 2>、はい、の2人が 2>、はい、で特にマレーの,あの空手の下りとかはちょっと若干一線を越えてしまった感もありつつっていうふうに私は感じましたけど、まあ、それも良さっていうのはありましたけどね。 知らない安心感みたいなのはありましたよね。マレいいですよね結構バンドキャラなんですよね確かにちゃんと結構都合がいいんですよねマレって話を動かす上で。ロシア語できるしんかこうそういう知見的な部分の指揮者的な立ち位置だったのに今回アクションもできるみたいなう全部。 全部の役割をマレーに課しているから <laughs> ちょっと悲しすぎでがねホッパーが,、ね、ホッパーがなんか逆になんかちょっと薄れるじゃないけどでもホッパー <laughs> 私めっちゃ思ったのがあの鉄道のシーンで仲間の、はい、こうロシア人の人に足首の,あのチェーンをなんかんやってもらう時あるじゃないですか。はい あれ、あんだけ打たれて、どうしてその後走って逃げれる、みたいな。はい、そうですね。<laughs> あれは、あれは結局、どの程度のダメージが与えられたのか、よく分かんなかったですよね。<laughs> 結構、全力疾走してましたもんね。そうですね。それは言うなら、その、い<や>はい、うん、<laughs> なんか折れてるでしょ、みたいな。あの絵面で。わ って叫んで私も目そらしちゃったんですけど、うん、ポッパーはあ結構平気みたたいななな感じなのがちょっっと下せねえってなりました本人もかなりそのぐらいのこう、うん、骨折れるぐらいの覚悟をしていたような気がしますだからこっちもこう身構えてたら、うん、あなんか意外と意外とちゃんと多分あの人がこうちゃんと当ててくれたんだなっていう感じですよね。<laughs> 飛行機が落ちてて結構無傷みたいなな感じなのも含めて飛行機落ちるのはどうかなと思いましたね<笑><笑>ストレンジャーシングスで飛行機落としていいのかなっていうところはちょっとありましたけどあのなんかあそこの空手はまあまあその空黒帯の,、うん、あの前振りがあったから、うん、まあよしとしようみたいなとこもそれに有利もまあそんな強いやつにも見えなかったしって思ったけどその後あのなんか。 制御室みたいなところで全員ぶっ倒してたからあそこだけそのリアリティラインが全然違うので <laughs> もうちょっと国境を越えると変わるんだなっていうので自分はな,なるほどそれもあるかもしれない <laughs>、ね、ロシアでは誰も死なないみたいな <laughs> <laughs> そうですよね まあだから裏側の世界すごい研究してますけど、うん、まあソ連編みたいになったらまた全然違う話になるのかもなって思いましたよね。そういう意味ではちょっとあのカリフォルニア編がまあ意外とお話進んでないよみたいなところはあるかなというので、うん、まあ最初イレブンが来てっていうところで物語のコスプになった部分はあるかなと思うんですけれども結構これから、ね、はい。カリフォルニア編は ジョナサンとか渋かったですね <laughs>、うん、そうですね。やっぱりあの今回そのかなりあの展開するじゃないですか展開とか分岐するじゃないですかストーリーが。あのあのなん地域でもそのホーキンスとカリフォルニアとソ連ってまあ大きく3つありますけどそれだけじゃなくてその中でそれぞれがまた別の動きをしたりするんでなんか一番。 ななんか分岐したところだと多分なんかもう6つとか7つとかのこうグループが同時に活動してるみたいなところがあってちょっと作劇場さすがに多いなって思うところは少なくなかったですね。あ<ー>あの結構ここの話をもうちょっと見ていたいのに一方こっちではみたいなところにすぐ変わ,っちゃ変わっていっちゃうんでちょっとそこがあの今までもそういう。 ああののありましたけどやっぱりなんかまあ3つぐらいがこう限度じゃないかなっていうところはありましたし結果それでそのさっきおっしゃったみたいにそのカリフォルニアのストーリーはそこまでこうまあ面白いけどなんかうんみたいなところだったしあのキャラクターとしてもそのマイクとかウィルがじゃあな,なんか特別なんかしたかなっていうとそんな感じでもないし結局 まあ、ソ連はソ連であの救出劇がいってる中でやっぱり物語はやっぱホーキンスで進んでるし、うん、ホーキンスの面々がやっぱり非常に魅力的に描かれていたんで、うん、まあ結局ここがにばっかりなんか注目というかここを楽しんじゃうなっていうところはありましたね。うん、なんかカリフォルニア編私もちょっとなんかこのシーズンで あんまりっていうところを挙げるとしたら、まあ、やっぱりあそこになってしまってんなんかその本当におっしゃってる作劇的にもそうなんですけれども、まあ、これだけその新しいキャラクターもまたエディとか増えてでエディーに結構その焦点を当てるじゃないですか。エディに対すする時間をすごい あの作品が咲いてるんですよ、ねうん、でまあやっぱそうなってくるとどうしてもそのみんなのことを、まあ、描ききれないよねっていうところはまあしょうがないとは思うんですけれどもかマイクとジョナサンがあんまりこう魅力的なキャラクターになってないっていうか、うん、でマイクってシーズン1とかで一番その引っ張ってきたなんか、ね、リーダー的なそのキャラクターだったはずなんですけど、うん、今回なんか「イレブン」とこう遠距離恋言って。<laughs> 半年とかなんですよねあれだからジョナサンも、うん、ナンシーと半年の半年ちょっと長距離恋愛みたいな感じなんですけどうん,、うん、なんかそこでマイクが結構ちょっとこう軽い男になってるっていうか <laughs> <laughs> なんかこう学校の中では、まあ、結構見た目的にも彼こうスラッとしてるしうん,、うん、なんかあのダードグループには入ってるんだけど。 まあ彼女持ちだしみたいな、うん、なんかちょっとそのあいけすかねですね。そう俺彼女持ちだからみたいな <laughs> なんか俺まあナード組だけどリア充の方ねみたいななんかちょっとそれが出てきてて <laughs> でなんかこうイレブンがなんか手紙なんかあんま返してくれないみたいななんか言ってましたよね、うん、なんか。 それも,も結構フロムマイクフロムマイクって全部なんかそういう事務的な感じになってるみたいなすごい説教されてましたけどなんかだから結構なんかダメンズじゃないけどうん、うん、あんまり努力してないんですよねこう L との語り <laughs> でしかも L になんかえもう愛してないのってこうドンチュラッ m ーにもみたいな感じで言われて、うん、なんか愛してるって言ってくれないじゃんってその時に なんか「No, I love you」って返せばいいのに、はい、違うよ言ってるよってだから「Love you、うん」って言葉をやっぱ言えないんですよね。絶対言わないですもんねあそこのシーンでね。そ,それであもうこれダメだなとかちょっと思、うん、もう <laughs> こいつはもうダメだと。<laughs> もう、この2人結構別れちゃうんじゃないかなと思ったしうん、うん、ジョナサンもジョナサンでなんか。 <laughs> もうななんかひどいことになってるしジョナはもうラリラリですからね <laughs> あち,ちなみにあのジョナさんの「あの葉っぱ友達」ね、あのブックスマートで先生に迫ってたなんか俳優で結構、はい、あ,あの人だったのかそうなんか危機感があってあそうだ確かに言われてみれば <laughs> キャラ的にもなんか <laughs> キャラ的にも。<同じ> <laughs> 僕でもない奴らが、の集まりだな、<laughs> カリフォルニアを。そう、アー,ーアーガイルですよね,ね。はいはい、アーガイル。エデュアルドフランコさん。えー、あの俳優さんなんですけど。<ー>そ,うそうなんですね。でも、なんか、アーガイルの方が、ちゃんと、なんか、こう、ナンシーの、こう。 愚痴っていうかなんか相談聞いて「それ早く話せよブロー」みたいな感じで言ってるのに「えなんか」みたいなでこうなんかお決まりじゃないですかそういうちょっとぶつくさいってる人たちが物壊して <laughs> なんかもうなんだよチェみたいな感じでなんかそれはすごいなんかやっぱジョナーサンに対する支持力が下がるなんか下がるような演出を逆にこうあの制作側がわざとしてて。うそうですね そうなんかあれはすごいめちゃくちゃ意図的だなっていう感じがして、うん、だからこそナンシーがダスティンとまた近くなった時に、はい、そっちにあそうごめんなさいスティーブはい、はい、スティーブとナンシーが近づいた時に、うん、いやそうよねちょっとジョナサンじゃなくてやっぱスティーブじゃないみたいな感じでこっちがなんかそっちを応援できるように番組側に仕向けられてるのがすごい。 感いやでも、ねうん、すごい話ですよね、まあ、本当そのシーズン1ではもうなんでこんなスティーブンみたいなやつと付き合ってジョナサンこんないいやつなのにって思ってたのに <laughs> こんなことになってしまうとはっていうあれですけど、まあ、でもジョナサンとそのアーガイルのあのもう彼らはもうそっちに行って。 葉っぱ友達になってしまったので <laughs> あのしばらくあのままだろうなっていう感じはあれはあれで楽しいんだろうなって思いますけど今回あの結構ストリンジャーシングスってあの未成年が割と酒飲んだりタバコ吸ったりしてるのを結構ちゃんと描いてきててなんかそこを偉いというかなんかちゃんとしてるなっていうふうになんか変な、うん、あの変なこう演出をしてないなって思っていたんですけど。うん 今回そのマリファナという,こう新たなあの存在が出てきて結構あのそなんていうんですかねこうなんかやっぱりそういうのをすごい描きやすいんだろうなってマリファナというもの自体がそういう存在になってきたんだろうなっていうのはちょっと思いましたしその代わりにあのタバコ吸ってるシーンはあんま出てこないというかあの エディが、あの、なんかボートの上でタバコ吸おうとしたら、ロビンになんかやめてとか言って、なんか捨てられたりとかして、うん、あ、なんかむしろこっちの方が全然もう分が悪くなっちゃってると思って、うん、なんかちょっとこう、それはあの、あの劇中というよりも、なんか現実での、なんかこう、パラダイムシフトみたいなものを感じないでもなかったですね。<laughs> すごいあれですね。タバコとも大麻がこうクロスして立場が入れ替わるというか <laughs>。なんかね、そういう。 そうです、ねあのはい、車の中で一緒に葉っぱ吸ってあの住所を探しに行くシーンですけどいるこれと思いつつも、キャラクター的にはこう面白いんですけれども,も。ジョイスの話が全然頭に入ってないとことかも面白かったですね、<laughs> ジョナさんが全然聞こえてないみたいな。<laughs> <laughs> そうなんかスンジーの家のあの一連のシーンどう思われました？あ,はい、あれって何だったんですか逆に <laughs> <laughs> あのと唐,唐突なあれは何だったんですか？まあ結構丸々なくてもいいようなというかまあ丸々な <laughs> 話進めるためだけだったら正直あの精神病棟の話とかもこういう情報が入ったで短く済ませられそうなシ、ね、はい結構多い多い中で特にあのいっなんていうか一気はその なくてもよさるよかろう感が強かったけれども、なんかた取ってる方は楽しいんだろうなっていうのも伝わってきました。あれはなんか私がそのソルトレイクの知識が乏しいからっていうわけではなくてっていうことなんですかね。ソルトレイクといえばああいうことみたいなことは別にないですよね。<laughs> モルモン教が別に関係してるわけでもないですよね。いやないと思います。京都の家っぽくはなかったですよね。<laughs> なんか。 あの結局そのなんていうんですかねそのミッションというかあのパソコンにをダッシュするためのやつの仕掛けとして巻かれていたたよようなな感じでしたよねなんかちょっと今回シーズン4がめっちゃトゥーシリアスになってきてたのでんなんかまあ80年代のコメディ映画的な要素をもう。 無理やり入れたじゃないですけど,どだからこう数字の話になった時いきなりこう劇中の BGM っていうか劇ががすすごい変わるんですよね雰囲気それがめちゃくちゃコメディ映画っぽいなんかワクワク系のなんかちょっとジョン・ウィリアムス感あるっていうか,なんかグーニーズみたいな感じのなんか音になっててだからあそこの数字関係ってストレンジャー・シングスの中でもなんか別作品みたいに。 ななっててなんかそれは意図的に制作陣がやったのかわかんないんですけれどもなんかでも本当にあれがあってもカリフォルニア組のその作劇の評価が上が <laughs> ったかというとちょっと「いや」みたいな感じだし。そうですね んていうか思ったどういう効果を意図してそ,のそれは機能してないっていうのはすでに我々には伝わってるのでどういう効果を意図してあのシーンを作ったかっていうのは今後こうインタビューとかで聞きたいところではありますけど、ね、<laughs> <に>読み取れてなかったっていう可能性もすごい高いの<か> <laughs>、ね、はあるんですけどやっぱこかれあのキャラクター同士のそれこそ、えー、とシーズン4のボリューム1でいうとそのマックスとルーカスっていうキャラクターの関係性のそのケミストリーみたいなものが すごく感動を生んだっていう意味ではやっぱりそのうん、うん、マックス・ウィルあの辺りのそのキャラクターのが何一つ現在力動いてなくてな,なんだったら若干シーズン3から若干というかかなり後退しているっていうところでいうとちょっと厳しいものがあるかなっていう気はしますよね。うんうん、そうですウ、ね、ィ、はい、ルとかめちゃくちゃゃくそうですよね、はい、ルは今回本当になんか何も <laughs> 何もしてなくないですか <laughs> なんかなんかマイクはだからこう俺彼女持ちだからみたいな感じだし、うん、なんかもともとマイクとウィルが親友だったのになんか彼女ができちゃったからなんかもう男友達より彼女になっちゃったマイクがすごく、まあ、ちょっと悲しいしでもこういうのってあるんだろうなってなるしマイクとウィルって確かシーズン3とかでもうやっぱ同じ問題が イシューを抱えてたと思うんすようんでですすよそねウィルは「ダンジョンドラゴンズ」やりたいのにみんながウキウキだってうん、うん、女の子と遊びたいって感じだった。うん、でなんかその時にちょっとウィルがなんかその、まあ、マイクが言ったセリフなんですけど、うん、なんか「君はだって女の子に興味ないじゃん」みたいなんか単なる悪口だったと思うんですけどなんかそのウィルの,そのまあセクシャルアイデンティティってなんか、はい 実はちょっとこう匂わされたところでチューブラリンになってた問題だったりしてで今回結構ずっとそのウィル最初からイレブンすっごいもう献身的に支えたりしてて、うん、なんかすごく頼もしかったんだけどちょっと授業のワンシーンで隣の女の子に足なんかに触られてなんかええー、みたいな感じで弾いてたシーンがあって、うん、あれって別にそのセクシャルアイディティーが何にせよ なんかそういう,こうクラスメートがいきなりそんなことしてたら戸惑うよねっていうなんかそういうシーンでもあると思うんですけれどもなんかそっからそのウィルの物語が何もなんかただただ悲しいただなんか「僕は?」みたいな「マイク?」みたいな「僕はどうなの?」みたいな感じになっちゃってるのがちょっと。 なんか切ないですよね、うん、だからシーズン3で本当その問題がすでに生じていたにもかかわらずシーズン4で新たな何かしらが用意されてないのがちょっとさすがになんか辛いところではありましたよね、うん、そもそもがだってシーズン1も2も彼はなんか自分のパーソナリティを出すような機会を与えられて それはもともとそういう敵意がっていうところで与えられてないわけだから、うん、なおさらあのもっっと描いいいてててあげてほしいなって思いますよねずっと一人なんですよねウィルって。シーズン1でもう真っ先に裏側の世界行っちゃうし <laughs> う、ね、シーズン2ではマインドフレイヤーに何かとらわれるしうん、うん、シーズン3ようやくみんなと何なか。 仲良く合流してって思ったらみんな彼女作り出すし、うん、シーズン4を引っ越しちゃうしんかほんとかわいそうだしマイクが「いや親友だよ」みたいな言う<ー>なんかそのセリフもちょっとなんか薄いっていうか。うん、逆に傷つくわみたいな口だけだったら何とでも言えるよな <laughs> みたいな気持ちにはなりますよね。うん、<laughs> そうなんですよねやっぱりこの あのお話はあるけどキャラクターが動かないっていう問題は本当になんとでもできたじゃんっていう、うん、あのしこりは残るのでやっぱこの89話で何か動きがあればいいけど用意されてるのかもしれないですね。うん、まあそうですね、うん、それでシーズン5の、えー、と引きになるっていうことだったらいいんですけど89話でいきなりそのなんかウィルがフォーカス当たってもえー、7話まで結構長い時間見て <laughs>、まあ、確,確かにそうだ <laughs> なってしまうので <laughs>。 んかあとはなんかルーカスが結構面白い今回立ち位置にいたんだけどなんかちょっとあっさりだったなって思うところがあってん確かになんかそれこそ彼はこうまた、まあ、いろんな人が今回その裏側の世界と表側じゃないですけどこう2つの世界の中ではざまでこう揺れるっていうところで、うん、ルーカスもそのザ・ なんか体育会系のバスケ部と。そそそうそうそうでなんか元のナード組とって揺れていて、うん、その立ち位置に行くキャラクターがいるってこの、まあ、ストレンジャー・シングスがどんどんみんな大人になっていくにつれて絶対生じてくるであろうみたいななんか一つのこうなんか危険視していたなんか問題。 ではあったけど <laughs> うん、うん、だからこそなんかそこを深掘りすることで、うん、なんかもっと面白いストーリーアークがなんか展開できたんじゃないかなって思ったんですけど、うんすね、なんかちょっと割とねあっさりだったっていうか、うん、全体的にやっぱり宿題が多すぎるんかもう描きどころが多すぎて、うん、でしかもあのちょっと今回個人的にあの物足りない といううかこう感じたのののはそのあのスケールがでっかくなりすぎてるっていうのもあるんですけどあの時期的にその春休みでその学校とかがないのでその日常生活があんまり描かれないじゃないですか彼らの。うん、彼らのその街での暮らしとかが描かれずにもういやもうそんなことよりもデクナですからみたいな感じになっていくんであのでもそこの日常 の中でそういうとんでもない脅威とのこう戦いが展開していくっていうのが結構私としてはシリーズの魅力でもあったしあのだからこそその時代性というか84年なら84年ならではのカルチャーとかその映画館にこう今この映画がやってたりとかそういうのが非常に細かくこう出てきて、まあ、それがさらにこう物語にも関わっていくみたいなところが面白かったんで。 結構今回そういう町の暮らしとかこうその他の市民の人たちとかあとなんかそういうものがややこう薄くなっていたのはあのちょっと悲しいその分のその人間味みたいなものをベクナが担当し始めてしまっているというところ。<laughs> ベクナが持ってっちゃいましたね <laughs>、うんはい、忙しいベクナ、はい、そうあのワンからベクナに対応変わるじゃないですかあの変わる方はどう思いましたか <laughs> ち,ちょっと面白かったですね<笑>,笑わせ笑うところじゃないんだろうけどっていう気持ちはすごいありましたね <laughs>、うん、ち,ょちょっと雑な感じでしたよねなんか急にベクナになったなみたいな <laughs> ね、ちょっとねなんか一昔前の CG じゃないですけど <laughs> なんかチープな感じがなんか逆になんちょっと合いまし、ね、<う>で水があったんだなと思って裏の世界の <laughs> まあそうですね一瞬であっちのに染まってったので、うん、<laughs> 確かにでもなんかベクナがあっちに降りてって なん,かなんでこのシーズン4でいきなりベクナみたいなずっといたわけじゃないですか。うんうん、そうですよ、ね、っていうのをなんかちょっと考えてたんですけどあれでちょうどこう11が、まあ、抜けこう脱出してシーズン1が始まったタイムラインだと思うんですけどちょううどその、まあ、弱ってたんんだと思うんですよねいきなりなんかああやって光線浴びて、うん、ああみたいになって今のグジュグジュベクナになるまでになんか。うん が必要だったのと、まあ、失われたパワーみたいなものを取り戻す上でちょっとこう療養期間みたいななんかステイしてクリールのおうちのところでちょっとおとなしくしててで、ちょうどイレブンがパワーを失ったからそれに気づいて、うん、よし来たみたいなもう待ってましたみたいなもうこっちはスケジュール引いてたんでもうこれから続きますねみたいな。<ー> <laughs> 感じなのかななってなんかそれが <laughs> その罪悪感とかトラウマをあえて見せていくことがなんか今回のそのイレブンのトラウマともなんかちょっとこう相まってるっていうところがんかそれ,それがこう彼の狙いだとしたらみたいな余計そのあの、はい、あの過程でイレブンがやってることってすでにこうベクナ戦で。 戦うなんか重要ななんかものになるんじゃないかなとか思ってすごいその後半っていうか二話ですよね確か <laughs> はい二話だね <laughs> 多分四時間ぐらいで畳む感じですね <laughs> やることいっぱいありますよね本当にありますよ <laughs> すまあ結局やっとそのイレブンが 覚醒したというかうであの覚醒の仕方はすごいもう「マトリックス」のネオだなってすごい思ったんですけどあのなんか始まったみたいな <laughs> いうあたりとか、はい、あのそうですねあの仮想かまあいいや一種の仮想空間みたいなところでやる感じとかもいましたけど、はい、まあ結局第,第1部はそ,それまでのストーリーだったっていう感じですね。うん そうですねまあでもベクナーをなんとかできればその今、ナンシーがピンチみたいなところもまなんとかなるとは思いつつ、一番問題なのは、あでもソ連からもまあ脱出できればなんとかなるんですかね、あそこからもう合流しましたし、ほぼクライマックスみたいなところもありますので、あの合流がやっぱり生きてたというところで。ま、ね、まあみんんんなな最終的には集まってくるんですかねんねなんかねソ連 すごいそのジョイスとのなんか対面シーン結構それへんなんかこう不思議な感じで見てたんですけどなんかホッパーの日々みたいなでもあれを結構そのカットインが多かった分 <laughs> もうめちゃくちゃひどい目に遭っているからジョイスね、まあ、あとホッパーの結構重要な今まで語られなかった過去が実は語られたりしたじゃないですか。そうです、ねうんうん 娘さんの実はこうあまりこう子供を授からなかった理由っていうのがなんか今回明らかになったりしてすごいです,、ね、すごいホッパーかハートブレイキングなキャラクターでうん、うん、ジョイスなんかこう「俺が呪いなんだ」みたいなそんなこと言わないでって感じだったんですけど <laughs> そんな彼がジョイスがもうなんか救いの女神みたいな感じで来てくれた時の抱きしめるシーンはかなり。 なんかあのちょっとこうどうなのっていうところ全部含めたロシア編があったこ,そころこそなんか感動的だったのかなって思うと <laughs> うんなんかちゃんとこう支払われたっていうかな,るほどなんか満足いったんですけどあそこからじゃあ飛行機ないけどまたあの基地を脱出して逃げきって。<laughs> うん でアメリカに行ってアメリカからまたこのホーキースに行くって結構なフライトとその移動時間もあるしそうなんですよねウィ,ルウィルたちはちょうど多分ニーナに到着したとしてあのうん、うん、軍ののの人がニーナのこう居場所を突き止めたじゃないですか、うん、あのジョナサンたちのこう護衛をしていたボディーガードを一人こう拷問していて、うんはい、でその人がそう エル殺さないでくれよって言ってついに入っちゃってってうん、うん、だからこうマイクたちが行ってるところにちょうどその軍の人たちも来るからそこで絶対一悶着あるし、うんうん、そっからじゃあホーキンスみんなどうやって行くって感じの本当ですよね <laughs> だいぶ遠いですよ <laughs> いや本当に当時アンカレッジ経由でまずアラスカから帰ってきてみたいなところほんとですよね <laughs> まあその ああいやなんかあのホッパーも途中であのまあ結構いろんなところで言われてますけどあのあのままソ連でブラック <laughs>、はい、あのあレッドガーディアンになるのかっていうしかもあの今回そんなことを思ってたらあのブラック移動っていうかそのゴケグモ黒ゴケグモそのものまで結構フォーカスされて出てきたからブラック移動じゃんって思っちゃいましたけどね。<laughs> そ,んなそうなってくるとゴジラもゴーストバスターズもありになってくるので残り2話、うん、2>, まあ2話といっても、まあ、普通のドラマよりはずいぶん長いと思うんですけれどもう、ね、どうやって畳むのか、まあ、そして、うん、まあ結構みんな傷ついたままでいる人も多いのでその点を、まあ、でも、イブンに関してはホッパーが生きてたって分かれば本当になん,かなんとかなりそうな感じがするうまあそうですす、ね。<laughs> もうのの彼氏と別れちゃってもうほお父さんとまた幸せに暮らしなよみたいな感じで <laughs> 確かになんかそれよりシーズン1でシーズン1のこう基礎だったあのクラブの男と子たちがちゃんと仲直りできるかみたいなところがすごいんか見守りたいですねルーカスもルーカスってちょっと距離取っちゃったしマイクはウィルと仲直りできるのかとかウィルとルーカスあと ダスティンのこう再会とかうそうですねあとナンシーナンシー結局どうするのみたいなのとか <laughs> いやまだいろいろ残ってますね最後は今回あ,のなあれもよなんでか分かんなかったけどあ,のあ,のあそこの裏側が三年前ぐらいになってたじゃないですかあれでその だからその自転車あるでしょみたいになってこうみんなでこう自転車に乗ってっていう最後あ,あの絵面に戻ったのはなんかちょっと嬉しかったねあの ET みたいなあのみんなで自転車に乗って表でも裏でも行くみたいなところはなんかあまた最初の頃の,あのみんなで子供たちがみたいなちょっと雰囲気を感じ取ることができてやっ,やっぱこの感じがいいなって思いました。 確かに、かにはい、みんなもうく基本車移動ですもんね、みんな、なぜなら大人と。<laughs> 言われてみれば、いつしかそうなってまして、ね。トランシーバーだけはすごい便利だから、まあ、すごい、うん、持ってるけど、そういう意味ではその、年齢を経て描けるようになったものと、失ってしまったものと、こうストレンジャーシングス内ですでに失われたものがあるんだなっていうの、今、ちょっと気付いていましたね。<laughs> 本当になんか そういうい話ですよねシーズン3は大人にどんどんなってもう子供じゃないっていう歌い文句だったじゃないですかシーズン3が。それって恋愛をするっていうだからそういう意味での一歩大人になった。うん、でシーズン4ってその死とか罪悪感とかトラウマっていう、まあ、我々大人がまあ持ち続けているものっていうか、うん、まあそれをこう持っても 持ちながらのり日々乗り越えていくことが、まあ、大人になることでもあるっていうのを子どもたちが彼らがまたこうそこに至っているっていう点でやっぱ物語的にもどんどん大人になるしかないっていうのだとなんかちょっとこう切ないっていうかなんかちょっと寂しいものはあったりしますよね。ででもなんかそのおっっしゃっていたその者がこうアップサイドダウンで こう変わるショットとかめちゃくちゃもう今シーズンでもうすごい上がるしなんかその後のちょっとこう裏側のこうマイク家でこうあの光るボードみたいなのであれなんかすごいシーズン1のワクワク感をちょっとほうふつとさせる。 なんかそこはすごい良かったですね。ラホーキンス組は結構なんか、うん、ストレンジャー・シングスやってるなっていうのを、ね、間違いないですね。えー、なんかそうそういう感じるとあんなに恐ろしい裏側の世界なんですけど、なんか我々がそのこういつまでも保持しておきたいノスタルジーみたいなものがそこにあるってなったら、すごいちょっと複雑な気持ちですよね。すごいいつまでもそのままでいてって気持ちがあそこに。 温存されてるんだったらもうそれはもうそれはもう閉じないといけないです、ね、はいよくないなってでもそれそれすごい面白いですねなんか幼少期のそのノスタルジーにもう接続できるのがあの裏側の世界の入り口だとして裏側の世界がその子供の時の思い出だとしたらなんか大人になるためにはあのゲートをやっぱ閉じなきゃいけないでもいつでもなんか 自分のその意図しない L L とかがこう彼女が作ろうと思って意図してないところで結構実は今回いろんな窓口ができてるとかっていうのもなんか一つそのそういうことだなんじゃないですかなんかそれは一つありますねあの結構そのゲートとか裏側の世界が何を象徴してるものなのかっていうのは結構はなんかありそうでよくつかめないところはありますけどなんか今のお話はすごい一つこう そういうふうにして見れますよね。えー、だからこそ、あのベクナが、そういうあの思い出したくないことを、<laughs> あの思い出させてくるみたいなこともありますし。確かに、うん、そのワンにしてみれば、その辛かった幼少期で時間が止まってるっていうのは、絶対その通りだと思うので。うん ワンがどういうふうになるかですよね,すねなんかこう君たちもなんか「ジョインビーみたいな言い方するじゃないですか。だから彼がなんかこう支中に何か遺体を埋めてい,、うん、いたりしてあれはなんか養分を吸ってるのか分かんないですけど。うん 彼がじゃあこう何を目的としてるかイレブンを倒したいのかまあその世界をね裏側の世界やっぱパワーをこうひっくり返したいのかみたいないろいろありますけどなんか元人間だったからこそでそのトラウマとかなんか過去のことについてこだわっているからこそなんかもしかしたら自分がその幼少期実は両親を殺したことってか母親とか妹をやったことに対してなんか ベクナ自身罪悪感を抱いているのだったらみたいななんかちょっとそこの最後に残ってる人間性になんか希望を持ってしまいそうな感じもしますよね。これは最終回予想としてかなり <laughs> 角度が高いかもしれないですよ <laughs>。<laughs> どうなるんだろう。<laughs> はい はいということで結構いろいろな話が出てきましたけれども「まあ、ストレンジャーシングス」まだあのシーズン4完結しておりませんのでねはい、はい、えとエピソード8とエピソード9が、えー、7月配信ということで、まあ、とはいえこうネットフリックスの歴史を象徴するようなシリーズでもありますし、うん、まあその役者の成長を見守って その映画界とか他の映像界に与えた影響もものすごくあるので、本当もう一時期80年代フィーバーすごかったですもんね。そうですね。はい。まあちょっとストレンジャーシングスシーズン4皆さんご覧になりましたら、ぜひコメント欄で、えー、共有していただければと思います。まあ割とこうネタバレ要素が多い作品なので、はい、ちょっと定食するかなっていうところは続きを読むの後に書いていただければと。 思いますあと皆さんにとってのケイト・ブッシュは何なのかを聞きたいですね。<laughs> あの何の曲を聴いたらこっちに戻ってこれるのかっていうのをコメントで見てみたいですね。はいいいもう24時間以内に、ね、<laughs> 見つけけななきゃいけないのでえ <laughs>

山田さんはいかがですか私はあれですかね、ガンダムが好きなので飛べガンダムですねあーいいですね強いなんか勢いがあっていいですねそうですね、私もちょっとあのまああの、逃げるんじゃなくて倒す方向性で力が出るように頑張りたいと思います山さんは何ですか私は86年っていうことを考えるとまあもうちょっと後かもしれないけどあ、のあそっか86年ブルーハーツのあ 人に優しくとかですかね。あ、使ってきたら。<laughs> 頑張れって言われて出てきたいですね。<laughs> ちょっと、あの、ストレンジャーシングスのワンシーンにはして。もらえな、そんな感じですね。すね我々。はい。<laughs> ちょっと、ちょっと弱かった。あ、そう、難しいです、ねはい。はい。うん、<laughs> 出て、出てきた時にも、ちょっと元気いっぱいになっちゃいそうな感じがするので。確かに。確かに。 八十六年ゼータガンダムかっていうまあガンダムの話はな。なるほど。十五年八十六年ジュラシックパークまだ公開されて、ね、ない、ね。そうですね。<laughs> ちょっとスピルバーグでちょっとあの坂っちゃった感じがいいかもしれないですが。スピルバーグで一番微妙だった時期じゃないですか。八十六年わかんわかんないですけど。<laughs> はい。 はいということで、皆さんの,あのケ皆さんにとってのケイトブッシュ、ぜひぜひ教えてほしいなと思います、えーと。チャンネル登録、いいねボタンもぜひぜひよろしくお願いします。アデンさん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとじゃあ次のバイトを探しに出かけるのですね。いすはい、<laughs> ちょっとビデオ屋さんに履歴書を送ってみたいと思います。はい、<laughs> はい、ということで、ありがとうございました。ストレージシングスですね<な>ごめんなさい。あ山田さん、よろしいですか。はい、えっ、ー、とですね。 ダニエルさん今裏側の世界にいてちょっと動画にできないんですけどもそれはなぜかと言いますとですねえっと開封動画をちょっと公開してあるんですけれどもそちらの XBOX ストレンジャーシングスデザインの XBOXS 開封動画をダニエルさん公開しておりまして IGENJAPAN の YouTube チャンネルで公開中でございますえっとんですか血のりべったりデザインされた XBOX とラそして謎のスライム <laughs>、ね、なんかあの編集部の方にこう結構巨大な箱が届きましてなんかそれでダニエルさんがそれでなんか開封動画を撮ろうって言って撮ってそしたらそのストレンジャー・シングスデザインの XBOX シリーズ S が入ってたんですけどそれ以来ダニエルさんはちょっとお見かけできていなくてですね、えー、なんかちょっとどう。 消息を立ってしまわれたので、ちょっとその貴重な映像が映っている動画なので、<ー>ぜひまあなんかイタがカチカチってなってたりしませんか？かなんかねバーバーなってたのかもしれないですけど、はい、あのあい寒いしするんですね <laughs> <laughs> リ。リモートなのでちょっと、ね、あ,あのまだなんかね来週あたりもしかしたらこう海アメリカあたりで消息が発見されるのではないかっていう見立てもありますけどね。<laughs> 裂け目で遠距離移動できるって言うのったらまた話は違ってきます。<laughs> まあまあそういうことで、曖昧なところでちょっとじゃあ、あのおそらく今、あの IGN の編集部に裂け目があると思うので、ちょっとお気をつけくださいというところも述べまして、はい、はい、その一部始終、一部始終はないかもしれないですけれども、<laughs> それではシングルス、XBOX、シリーズ X の開封動画、えー、絶賛配信、公開中ですので、皆さんぜひご覧になってくださいはい。 危ないですね本当にもう,うおちおちゲーマーやってられないですねそうですよいはい気をつけてくださいはいで皆さんちょっとあの、ね、心に傷を負ったりすると思うんですけど避け目には気をつけてくださいということではい <laughs>、はい、本日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございますバイバーイ